上半分がいわゆるレベルトーンドライブ、ここがあの一般的なオーバードライブの回路でございまして、で下の方にフリークエンシー、周波数帯域、そしてこの魅力の最も重要なポイントはこのその割合を変えられるというこのフリークエンシーのねミックスの小さいところからこっちまで行くと思いっきりこのハンドメワウの音が出せるという感じになってます。僕もスタジオでもうすでにこいつと同じやつを使ってます。割とミックスゼロにして普通のオーバードライブとしても非常に重宝する音がしますよ、これは。はい、でまあおすすめの使い方はこの辺でミックスをこう微妙なさじ加減からこうだいぶこうこっちまで来るとすごいこう色気が加わる感じになりますね。ソロとかが非常に気持ちいい感じになります。中域のこの艶が加わるという感じで、でフリークエンシーはこの辺のいかにもハンドメっていうあたりをやるととてもいいと思います。こちらまで行くとだいぶウーマントーンにもなったりします。いろいろ使い勝手がある魅力、皆さんぜひ試してみてください。